PK 合戦の末破ったその時の主力メンバーがこの秋元であります。おっとこれは中途半端なことになったぞ。11番の小川が絡んでいく。ゴール前に誰も選手が詰めていない。大倉が行きました。小川センタリングができるか。センタリングをして大倉がシュート。同じような展開になりました、ね、大倉のシュートキーパー正面ボレー気味の小川がうまく出してワンバウンド、はい、しかし抑えたいいシュートを打ちました、はい、あのボレーはあのミートしにくいんですけど、そうですね、はい、ちょっとゲームが動き出した感じがしますね、という感じですね、はい、両チーム決定